タンゴテスト。Vocabulary Test。こんにちは。みなさん、いかがお過ごしですか今日は日本語の言葉の問題をやってみましょう。Hello、how are you all doing? Today, let's answer some questions about Japanese words.4 つの中から最も良い言葉を選んでください。Choose the best word out of the four. 問題君は仕事が遅い、もっとの良いやり方を考えてください。君は仕事が遅い、もっとの良いやり方を考えてください。1、経験。2、能率。3、時間。4、機能。どれでしょう答え。2、 能ー君は仕事が遅い、もっと能ーの良いやり方を考えてください。君は仕事が遅い、もっと能ーの良いやり方を考えてください。You work slowly.Think of a more efficient way of doing it. 問題。風邪をひいたのなら、早く医者に。方がいい。風邪をひいたのなら、早く医者に。 方がいい。1。かかったに治療した。3。診察した。4。通院した。どれでしょう？答え1。かかった。風邪をひいたのなら、早く医者にかかった方がいい。風邪をひいたのなら、早く医者にかかった方がいい。

答え3、3: 凍って。今朝は寒かったので池の水が凍っていました。今朝は寒かったので池の水が凍っていました。It was cold this morning and the water in the pond was frozen. のは徹夜だったのでばかり出ます。 1, 1咳き2くしゃみ3鼻水4あくびどれでしょう ?4 あくび昨日は徹夜だったのであくびばかり出ます。きのはてつだったのであくびばかりでます。I was up all night yesterday, so I yawned very often. くるまによってきぶんがわるくなりたべたものをしまった。くによってきぶんがわるくなりたべたものをしまった。1すてて2きって3はいて4とってどれでしょうこたえ3はいて 車によって気分が悪くなり食べたものを吐いてしまった。ったった I got car sick and felt sick. I vomited up what I had eaten. 問題。新しい機械のの仕方を教えてください。新しい機械のの仕方を教えてください。1、使い方。2、 動かし方3操作4部品どれでしょう答え3操作新しい機械の操作の仕方を教えてください新しい機械の操作の仕方を教えてください tell me how to operate the new machine 問題 さっきまでは雨が降っていたのに、今は日がいます。さっきまでは雨が降っていたのに、今は日がいます。1、照って、2、晴れて、3、光って、4、動いて、どれでしょう。答え1。

私の実家は不便な場所にあるので、電車とバスを2時間かかります。1、乗り遅れて、2、乗り越して、3、乗り過ごして、4、乗り継いで、どれでしょう。4、乗り継いで、

彼は足が遅いのですぐに、ました。彼は私よりも先に家を出ました。でも彼は足が遅いのですぐに、ました。1. すれ違い。2. 追いつき。3. 別れ。4. 帰り。どれでしょう答え。 追いつき。彼は私よりも先に家を出ました。でも彼は足が遅いのですぐに追いつきました。彼は私よりも先に家を出ました。でも彼は足が遅いのですぐに追いつきました。問題 He left the house before me. But he was a slow walker, and I soon caught up with him. 駅前で工事をしていたのでをしなければなりませんでした。駅前で工事をしていたのでをしなければなりませんでした。1。まわりみち。2。とおりみち。3。さかみち。4。かえりみち。どれでしょう答え1回。まわりみち。 駅前で工事をしていたので、回り道をしなければなりませんでした。駅前で工事をしていたので、回り道をしなければなりませんでした。I had to take the long way 問題。日本は海にいるので、海水浴場がたくさんあります。日本は海に、 いるので、海水浴場がたくさんあります。1. 反っている。2. 並んでいる。3. 囲んでいる。4. 囲まれている。どれでしょう。答え。4. 囲まれている。日本は海に囲まれているので、海水浴場がたくさんあります。 日本は海に囲まれているので、海水浴場がたくさんあります。まます問題。この公園では時々フリーマーケットなどのをやっています。このの公園では時々フリーマーマケットなどのをやっています。1、集合。2、催し。 3開催4授業どれでしょう答え ?2 催しこの公園では時々フリーマーケットなどの催しをやっていますこの公園では時々フリーマーケットなどの催しをやっています The park occasionally hosts flea markets and other events 問題部屋が散らかっているのでしなければなりません部屋が散らかっているのでしなければなりません 1. 会議 2. 整理 3. 分解 4. 修理どれでしょう答え 2. 整理部屋が散らかっているので整理しなければなりません 部屋が散らかっているので、整理しなければなりません。問題。私はネットの情報を見て、新しい仕事を探しました。私はネットの情報を見て、新しい仕事を探しました。一勤務二営業三求人 4広告答え3求人私はネットの求人情報を見て、新しい仕事を探しました私はネットの求人情報を見て、新しい仕事を探しました。I looked for a new job through online job postings。問題私は来月から大阪へすることになりました私は来月から大阪へ することになりました。一、出世。二、解雇。三、転勤。四、延期。どれでしょう答え、三、転勤。私は来月から大阪へ転勤することになりました。私は来月から大阪へ転勤することになりました。 I will be transferred to Osaka next month。問題、メールに資料をして送りました。メールに資料をして送りました。一接続、二添付、三調査、四転送。どれでしょう？答え、二添付。 メールに資料を添付して送りました。メールに資料を添付して送りました。I have sent you an email with the documents attached. 問題。スープを作ったのですが、水が多すぎて味が,しま,が,が,て味がしまった。1、静まって。2、静まって。 広まってさ固まってよ薄まってどれでしょう答えよ薄まってスープを作ったのですが、水が多すぎて味が薄まってしまったスープを作ったのですが、水が多すぎて味が薄まってしまった。ったっった I made soup, but I added too much water and it tasted bland. 問題。漫画の読みすぎが勉強のになると考えている人もいます。漫画の読みすぎが勉強のになると考えている人もいます。1、苦しみ。2、騒ぎ。3、妨げ。4、疑い。どれでしょう答え。3、妨げ。 漫画の読みすぎが、勉強の妨げになると考えている人もいます。漫画の読みすぎが、勉強の妨げになると考えている人もいます。With their studies. 問題。このソフトには、届いたメールを自動的にしてくれる機能があります。 このソフトには届いたメールを自動的にしてくれる機能があります 1. 基準 2. 解散 3. 種類 4. 分類答え 4. 分類このソフトには届いたメールを自動的に分類してくれる機能があります

にあきれて、さんねたんで、よんあこがれて、どれでしょう答えにあきれて、彼女が何度も同じ失敗をするのでみんなあきれてしまった。彼女が何度も同じ失敗をするのでみんなあきれてしまった。Everyone was taken aback when she made the same mistakes over and over again. 問題、あの店は閉店時間が1時間遅くなり、便利になりました。あの店は閉店時間が1時間遅くなり、便利になりました。1. 一部 2. 一階 3. 一層 4. 一人どれでしょう。答え、3. 一層 あの店は、閉店時間が1時間遅くなり一層便利になりました。あの店は、ヘイテンジカンガイチジカンオソクナリ、イ That shop now closes an hour later than before.So it is even more convenient than b e f o r e 問題。は、お世話になりました。はお世話になりました。 翌日3先日4毎日どれでしょう答え3先日先日はお世話になりました先日はお世話になりました Thank you for your help the other day 問題新しい車を買いたいのですが値段が高いのでいます 新しい車を買いたいのですが、値段が高いので、います。1、急いで。2、ためらって。3、喜んで。4、落ち着いて。どれでしょう答え、2、ためらって。新しい車を買いたいのですが、値段が高いので、ためらっています。 新しい車を買いたいのですが、値段が高いのでためらっています。Car, 問題。この地方の産業は漁業です。このの地方の産業業は漁業です。1。正常な。2。純粋な。3。主要な。4。簡単な。 答え3、主要な。この地方の主要な産業は漁業です。この地方の主要な産業は漁業です。問題。彼は試合でとても頑張ったのですが、1、にはなれませんでした。彼は試合でとても頑張ったのですが、1、にはなれませんでした。 かい、に、い、さん、ど、よん、えん、どれでしょう。答え、に、い、彼は試合でとても頑張ったのですが、チ位にはなれませんでした。レワシアイデトテモガンバッタノデスガ、イチニワナレ He did very well in the games, but did not come first. はい、どうでしたかまた新しいビデオを作りますので見てくださいね。ではまたお会いしましょう。How was it? I will make new videos. Please watch them. See you soon. Please subscribe to my channel.